やっぱり無限ベイスタジアムといえば俺、どうもスマッシュです。いや、本当に、なんだろうね、無限ベイスタジアムの動画いっぱい上げてるからかな。無限ベイスタジアムやってくれっていう声もちょこちょこ聞こえてくる。で、僕がね、その中で一番気になったコメントっていうのはこちら。ガチンコレイヤーと無限ドライバーが反対同士でもくっつけられるということで、つまり、右回転のガチンコレイヤーに無限 L、 左回転のレイヤーに無限っていうこと？そういうことですかね。エースドラゴンに無限 L、 先言っとくわ、真似してもいいけどやるときは自己責任で。え、どういうこと？お、すげえ、いけた。いやー、もうよくビクトリーバルキリー左回転とかね、ライトランチャー改造してやってたんですけど、んもっとひどい。ん、待ってよ、バルキリー、これだからね、ガチンコレイヤーっていうのはカスタマイズしたくなる。はい、完成。スラッシュドラゴン、こういうことですよ。うん、やめとけ。スラッシュだけはやめとけ。危険すぎる。まあ、それでもやりたいって方は、ほんと自己責任。リアバしても知らん。なんでね、僕はこれを使うわけですよ。A。ランダムレイヤーたち。3体あるから。でね、左回転も、この通り、ドレッドが2つあります。じゃあね、右回転というか、無限 L に、このエース、バルキリー。まあ、ガチンコチップは入れ替えるとして、まあ、エース。で、ドラゴンをつけると。よしよしよし。で、はい、完成。じゃあ次、左回転をバハムートにします。いや、バハムート3つ当ててよかったね。まさか、ここでね、役に立つとは思わなかった。ということで、ドレッドファブニル1000。1000か。あ、でも待って、ドレッドハマるかな？あ、ハマっちゃうわ。ハマっちゃうわ。よーし。回すか、一回。待って、ドレッドいた。エースも、まあまあまあ、痛い痛い痛い。さて、まあ、戦わせたいけど、戦わせたいけど、逆に回してる方もリアバっていうのも、まあ、感慨深いよね。で、あんまり引っかかってほしくはない。正直引っかかってほしくはない。まあそんなわけで、オーブイージスとこのスプリガンレクイエム使おうかなと思います。さあ、絵的にはリアバ欲しいけども、いざやるってなったら怖いな。これオーブイージス、怖え、めっちゃ怖い。いけ、おーし、あ、出た、あー出たか。次は左回転のレグイエム、左プラススタミナ。いや、もうスタミナの動きだね。おっ、いった。ああ、まあ正直レグイエムは左右両回転なんで、リアバってあんまない気がする。どれはまあまあまあ普通に戦ってりゃできんじゃねえかなっていう傷なんだけど、こっちなんだよね。そう、エース、もう、いや、もう待って、エースやばい。ここもう完全に変わってる、形も変わってる。もうここやばいな。あー、だから全然ねえ。レクイエム行け。よし、あとはドレッド。待って、これ長引くやつじゃない？そんでもって回転吸収。ああ、もう長いわ。いや、まだ粘んの？やっと終わった。ドレッドはね、
全然気づいてない。まあ、気づいてないって言うと嘘になるけど、まあ、気づいてるんだけど、まあ、普通に戦ってもできる感じの傷だとは思います。問題はもう、こっち。もう、完全にもうエース。エースがクリアパーツだからね、めちゃくちゃ見づらいと思うけど、やばい。めちゃくちゃ発火してるし、変形してる。やばいな、これ。誰だ、こんなコメントしてきたやつ。